皆さんこんにちはこれからウェブセミナーこれだけは覚えておきたい AI 活用のためのマトラブ計算高速化テクニックを開始しますよろしくお願いいたします今日は2人で発表を進めてまいりますまずは皆さんから向かって左側こんにちはアプリケーションエンジニアの斉藤幸次郎です マトラブシムリンクのクラウド利用や並列処理、ビッグデータ解析、デプロイメントなどの技術領域を担当しています。今日はよろしくお願いします。続いて右側、アプリケーションエンジニアの田口美沙です。日頃はデータサイエンス領域の技術サポートを担当していますが、今日このセッションの中ではデータサイエンティストの卵として、スペシャリストにいろいろと疑問を投げかけていきたいと思います。 今日はこちらののような流れで高速化のコツを存分にお伝えします。まずは前半ではマトラブでの計算高速化のコツ並列処理の新機能ということで自力でコードを書いてはみたけれどなんだか計算が進まないそんな状況にメスを入れます。その中で処理が速くなる書き方やボトルネックの特定高速化に関する新機能についてご紹介します。 データサイエンスのワークフローの中でもデータアクセスやデータの前処理シミュレーションなどに幅広く使っていただける機能になりますそして後半ではディープラーニングの学習をさせたいけれども全然その学習が進まないそんな時の対処方法をステップバイステップでご紹介します後半では主に予測モデルの構築の方にフォーカスを当てます それでは、早速マトラ部での計算、高速化のコツについて、幸次郎先輩からとっておきの機能をいくつかお届けいただけると聞いているのですが、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。唐突なんですが、こちらのマトラ部のスクリプトなんか処理が遅いんですよね？ちょっと見ていただけますか？わかりました。えー、っと。 航空会社のフライトデータの CSV を読み取って、行ごとのループで、うんえー、1987年から2008年までのデータを1月から12月まで毎月ごとどれくらい、えー、数があるかというカウントをする、えー、スクリプトになっていますね。まずは何が遅いのか見てみましょうか。 マトロボでは、プロファイルをかけることで、処理のどこがボトルネックになっているのか特定ができます。試しにかけてみますね。プロファイラーは、ホームタブの実行及び時間の計測をクリックすることで表示されます。ここにスクリプトの名前を入れて、実行ボタンを押します。実行が終わると、プロファイラーの結果が出てきます。出ました。 何かわかりましたかえっとそうですね一番時間がかかっているのが二つの if 文のところのようですね呼び出し回数が多いので合計時間が多くかかっているように見えますはい処理が一番じ時間かかっているこのボトルネックを早くすることが高速化の秘訣なんです次にどうすれば早くなるのか 高速化の手段を検討していきましょう。マトラボのコーディングを工夫してできることもあれば、計算環境を変えてみるというのも選択肢の一つです。コーディングの工夫の中にも、事前割り当てやベクトル化など、マトラボ本体でできることもあれば、パレルコンピューティングツールボックスを使った並列処理、GPU 処理、さらにはマトラボコーダーを使って、マトラボのコードを C 言語の バイナリー、ーネックスのファイルにして高速化するという手段もあります。うん、なるほど。一口に高速化と言ってもいろいろなアプローチがあるのですね。はい、そうなんです。また、マトラボはバージョンアップごとにパフォーマンスが改善されています。古いバージョンを使っているけど、もしアップデートができるなら、マトラボのバージョンを上げてみるのもいいかもしれません。 なんと6年前と最新のバージョンで2倍以上速くなっているんですねこれはぜひ新しいバージョンで使っていきたいですねそしてマトラボのリリースノートバージョンごとに出ていますがご覧になられていますかこの「パフォーマンス」という項目では実行速度など従来のバージョンから改善された点について書かれていますので 自分が書いているコードに関連しそうなものがあるかどうかチェックしてみるといいですよ。それでは実際にコーディングの工夫から始めてみましょう。マトラボのエディターにはコードアナライザーというものがついています。コードを実行しなくても警告やエラー内容を教えてくれてパフォーマンスに関するヒントもあります。例えばこの AN のオレンジの警告。 コードアナライザーが変数 A のサイズがループごとに変更されているということを言っています。ヒントに従って、事前割り当てという手法を使って修正すると、が消えました私も事前割り当てとかよく忘れてしまうので、コードアナライザーのおかげで助かってます。 パフォーマンスを向上する上で最初にやることがこの事前割り当てですね。配列のサイズが処理中に動的に変わると、マトラボがその都度メモリーのアドレス空間を確保したり、開放したりということをしないといけないので、パフォーマンスが悪くなります。例えばこちらのコード、AN、BN という要素を入れる前に、法文の外に ゼロスで事前割り当てをしておくことで配列のサイズを指定できますこれによってパフォーマンスが改善されていきますはい、これは基本ですよねそしてなるべく組み込みの関数を使うというのも重要ですワンズやゼロスなどのマトラボで用意されている関数は処理が速くなるように最適化されていますのでカスタムで計算式を書くよりも みみ込みを関数を使うことでパフォーマンスが良くなります。なるほどさらにマトラバでは繰り返しの法文や条件分岐の if 文をなるべく使わずにベクトル化という配列丸ごと処理する方がパフォーマンスがいいです。例えばこの法文と if 文の組み合わせ。 こちらもインデックス処理というもので書けばこの1行で書くことができますインデックス処理ですかはい条件に合えば1合わなかったら0という論理配列を使ってこのように配列全体を丸ごと処理するやり方ですなるほどこれ論理配列というのですね今まで知らないで使っていましたさらにセルファイヤ ファンなどまた構造体にはストラクトファンなどまとめて処理する関数も用意していますのでそういったやり方をするというのも一つの手法ですそれでは最初に見せてもらったコードに高速化を適用していきましょうまずは法文をなるべく使わないようにします最初のフォー では、行ごとに処理するようになっていましたが全ての行をまるまる処理するように変えていきます。for、うん、文を削除してこの AirLineDataEar="Y" というところをこのようにインデックス 1="AirLineDataEar="Y" という書き方をします。これがインデックス処理ですね。 Y と同じ場合は1違う場合は0となるような配列がこのインデックス1という配列に入るんですがこの配列は m の値によらず同じ値になりますので場所をですね m の方文の外に出しますそして2つ目の if 文ですねこちらも同じようにインデックス処理を行っていきます エアラインデータというテーブルのマウスというカラムがスモール M と同じ場合も同じようにインデックスというものを使って論理配列で入れていくんですが先ほどのインデックス1と条件が合う場合のみですねこのインデックス1とこのマウスの条件を一緒に書いて インデックスという並列変数に格納していきます。こうやって書くんですね。なるほど。はい。まあ、これで大体のコードの変更は同じでして、あとはカウントするところですね。このインデックス idx のサムという足し算をする関数に書き換えます。組み込み関数をここで活用していますね。はい。あとは スマートインデントで、まあ、行の見た目をきれいにして、<ー>はい。こちらで大体いい完成になります。うんうん、そして変更後のファイル名を AirlineAfter というファイル名にして保存しておきます。はい。これで完成ですね。それでは実行してみます。はい。すぐに終わって、<laughs> このアウトアレイに カウントされた配列が実際に格納さされれています、はい、これで良さそうですね実際にそれでは早くなっているのかもう一度プロファイルをかけて検証していきましょう変更前は200秒以上かかってみましたが変更後にプロファイルをもう一度かけてみると今回は1.6秒になっていますね 本当ですねこれはすごいですねかなり早くなってますね続いて並列処理のお話をしたいと思いますところでミサさんはマトラボの並列処理普段使われていますかはい使っています並列ループのパー4が便利ですよねそうですよね実は今マトラボの並列処理の進化が厚いんです これまでマトラボの並列プールは、並列処理を実行するワーカーというものが別々のプロセスで動いていました。パワー4も並列プールの上で動いていたんですが、このようにですね、ワーカーごとにプロセスが別々で、それぞれがメモリーを持ってデータをお互いに転送したりというのを行っていました。R2020A からはパワープールスレッドというものが使えるようになっていて、 スススレレッッドドで動くスレッドベーーーのワーカーが使えるようになっていますこのように1つのプロセスの中にスレッドが分かれてその上でワーカーが立ち上がっていますのでデータ転送のオーバーヘッドが少ないとかスケジューリングが高速化されるとかメモリーの使用量も削減されるなどのメリットがありますなるほどそれはいいですね。 並列処理でよくあるモンテカルロ法のシミュレーションをプロセスプールとスレッドプールで実際に比較してみたいと思います左がプロセスプール右がスレッドプールの場合の実行結果ですどちらも2万回の並列法分を4つのワーカーで処理したものになっていますスレッドプールの方がワーカーの軌道 そして処理の方もかななり早く終わっています、ね、す。ね。そうんでしかも全体のメモリー使用量もスレッドベースの場合は2ギガほどに対してプロセスベースの方は4ギガほど使っておりましてスレッドプールの方がメモリ使用量も少ないんですまだまだ対応している関数に制約はあるんですがスレッドプールを使うことで高速化ができるかもしれませんね 今、プロセスプールのほうも終わりましたさらに最新の R2021B からはバックグラウンドプールというのも登場していますバックグラウンドプールですかはい、これはですね、バックグラウンドで動くつまりですね、処理をオフロードすることができるマトラボのスレッドワーカーなんです。ほう まトのボ本体だけでも使えますしパラレルコンピューティングツールボックスがあれば複数のスレッドワーカーで処理するというのもできるようになっていますバックグラウンドプールはいろんなところで使えるんですよ例えばファイルの読み取り NISA さんはファイルの読み込みが終わるまでの時間っていつも何をしていますかいつもえー、っとそうですねじっと待ってますかね そうですよねここでバックグラウンドプールを使うと読み込み終わるまでの間違うことができるようになるんです例えばクラウドの Amazon の S3 というストレージからファイルを読み込む場合の処理例なんですがこのようにデータストアを使って S3 のバケツからデータを取ってきます 読み取り際にですね、パー FEVAL という関数とバックグラウンドプールを組み合わせて、このデータストー,リーに対して、リードオールで読み取るというものを行うと、ここを実行した後はですね、非同期の処理になりますので、読み取りデータを使わない処理ですね、他の処理にマトラブデスクトップを使うということができます。そしてフェッチアウトプットというものをやると、この非同期のバックグラウンドプールの読み取り結果が全て マトラボのののデスクトップの方に来ますのでこの後でですね読み取りデータを使うという処理に続ければいいわけですさらにバックグラウンドプールはアプリやプロットの非同期での実行にも使えますアプリにも使えるんですか はい例えばこのスタートというボタンを押すと座標軸に点が次々とプロットされる簡単なアプリなんですが左が通常の場合右がバックグラウンドプールを使った非同期での並列実行の場合になっていますおおバックグラウンドプールだとすごい早いですねひよー、はい、他にもいろいろなところで使えますので R2021P で出たバックグラウンドプール 皆様もぜひ体験してみてください。では、引き続き今度はディープラーニングの高速化ということで私のお悩みを聞いていただけませんでしょうか。おどうしたんですかえ実は 今お見せしているのが、深層学習を使用したセマンティックセグメンテーションのマスワークス公式の例でして、画像に何か映っているのかをピクセルレベルで判断させたいなと思っているんですよ。どこが道路で、どこが車でみたいな感じですねで。どんな処理をしているのか、マトラブ上で実際にコードを走らせながら確認をしたいなという、ビューマトラブコマンドから URL 取ってきて、こちらをマトラブ上で、えー、開いて、えー、今こんなふうにスクリプトを写しています。 で学習をさせるために102行目だけこちらをトゥルーに変更する形でここだけを変更して学習を開始してみましたで今、10倍速でお写ししているんですけれどもあのここまで特にあの問題なく動いているんですけれどもこのあと、ね、待てどクラセド全然計算が進まな,くてです、ね、なるほど。う 確かにこれは遅いですねそうなんですよ一瞬学習が始まったようにも見えたんですがこの画面で止まったまま5分も経ってしまいましたこういう時にどこから手っ入れしていけるといいものなんですかねというのを今日耕次郎先輩にご相談したかったんですけれどもいかがでしょうかうーんなるほどあれここれよく見てみるとこの例では 12GB の GPU メモリーを積んだ NVIDIA の TitanX で学習に5時間ぐらいかかったと書かれていますね。今回ミサさんはどんな環境でディープラーニングの学習をされたんですか ?GPU とかありましたかえっと、そうですね。CPU であればパソコンに Intel Core i7 と書いてありますね。 なんですけど GPU はどうやって調べたらよいでしょうかそうですねまあ、まずはマトラボー上で GPU デバイスと入力してみましょうか現在選択されている GPU デバイスのプロパティが表示されるはずですなるほど GPU デバイス入力してみますね サポートされている GPU デバイスが見つかりません。GPU サポートの詳細についてはリリース別の GPU サポートをご参照してください。こんなメッセージが出てきましたね。そうですよね。GPU は使っていないのかなと思っていました。では、パラレルコンピューティングツールボックスはインストールされていますか はい、こちらも今見てみますねコマンドウィンドウでバート入力してパラレルコンピューティングツールボックスがあるかどうか。あはい入ってそうですね。でも何ででもすか、はい、パラレルルコンンピューーティングツールボックスというツールボックスが入っていれば CPU を複数使った複数コアでの高速化や GPU があれば GPU 上での計算などができるようになって、まあ、ディープラーニングの学習の高速化ができるかなと思います実はさっきの GPU があるかどうか確認していただいた時の GPU デバイスというコマンドもパラレルコンピューティングツールボックスがないと使えないコマンドだったんですあなるほどそうだったんですねパラレルコンピューティングツールボックスこれが高速化の鍵になりそうなイメージがえ少しつかめてきました えなんですけどこれってスクリプト的にどこかを書き換える必要ってあるのでしょうかはい書き方によるんですよねディープラーニングの学習オプションを設定しているスクリプトトレーニングオプションズのところを見せてもらっていいですかはいこちらになりますなるほどエクゼキューションエンバイラメントについては特に設定はしていない感じですね エクゼキューションエンパレメントというものはデフォルトでは利用可能な場合 GPU を使用します。そうでない場合 CPU を使用しますというような設定になっています。なのでデフォルトのままでもコードは書き換えなくても GPU さえあれば勝手に GPU で学習するように切り替えてくれます。もちろん明示的に CPU を使うとか GPU を使うとか あとはマルチ GPU で複数の GPU を使うということもできるようになっていますエクゼキューションエンバルメントがオートのままですと一つの CPU か一つの GPU での学習になってしまうので複数の CPU とか複数の GPU で計算させた場合は注意が必要ですよねありがとうございます えー、では、今回は GPU を導入させれば、コードの変更もなく、高速化できる可能性がありそうですね。そうなりますね GPU のハードは持ってますか ?GPU ですよね。GPU って、何でもいいんでしょうかはい実は、マトラボがサポートしているのは、R2021B 時点では、NVIDIA の GPU だけサポートしています。 またバージョンによってですね、使える GPU のシリーズが異なったりしますので、よかったらこちらのページにですね、最新の情報が載っていますので、チェックしてみてください。ありがとうございます、えー。そうですね、ありがとうございます。でもそうですね、いろいろあるので、正直、どれから使ったら良いものか悩ましいところですね。初期費用はなるべく抑えたい気もしますが、かといって買ってみて計算 の速度が上がっていなかったりしたら、それも困るなと思いますし、というふうに考えるのは私だけですかね。皆さんどうされてるんでしょうか。そうですね。まあ初期費用とか気にされるんでしたら、クラウド環境でやってみるというのもいいかもしれません。例えば、Amazon の AWS とか、Microsoft の Azure など、I T リソースを必要な時だけ借りて、えー、仮想マシンや ストレージサービスなどを使うやり方がクラウド環境を使うやり方になります。ネットワーク経由で IT リソースを借りることができますので、手軽に導入することができます。こちらにハードウェアを使うメリットについてまとめてみますが、まずは最小限のスペックで運用を始めてみてです、ね、必要に応じてリソースを増強していくというやり方も取ります。 ますしあとはハードウェアの重りですね管理をしなくてもいいというところとか新しい IT リソース特に GPU とかですね進化が早いですのでそういう IT リソースを簡単に必要な時だけ導入できるというメリットもありますあとはこちらクラウド仮想マシンとか使う場合はですねあのサーバーを購入したりとかソフトウェアをインストールしてセットアップしたりと いうセットアップのための時間がです、ね、大幅に短縮されますので、まあ、かなり利点,利点があるかなと思いますなるほど、これは良さそうですね、料金体系の方はどうなってるんでしょうかそうですね、料金は各クラウドベンダーで、えー、情報が公開されているはずですが、まあ、マシンとかです、ね、ストレージの容量によって、 料金が異なるという点だけ覚えていただければと思います。例えば、仮想マシンを1時間いくらで借りれるとか、ストレージを1ヶ月何ギガバイトまでいくらで借りるなどのような料金体系になっていて、当然ですが、多くの IT リソースを使う方が高くなります。クラウドベンダー の各社さんの方で利用額あらかじめ見積もることができますし各社さんから公開されているですねそういう見積もり用のページを見れば事前に使う前にですねどれくらいかかるかというような費用感もわかるかなと思いますあとは会社によってはですね会社単位、部署単位などで契約しているというケースもありますので一度ですねシステムの管理者の方に聞いてみるといいと思います なるほどありがとうございます確かにうちの会社単位であの AWS を契約していた気がするので早速使ってみたいなと思いますえなんですけれども、えー、次どこから何から始めるとよいんでしょうかそうですねこれを実現するためにマスワークスは、えー、クラウドテンプレートというものを、えー、提供しておりまして、まあ、これを使うと自分で 仮想マシンを作って、マトラボシムリンクをインストールして、セットアップしてというようなステップを踏まなくてもですね、スペックを選ぶだけでもうマトラボシムリンクがインストールされている環境を簡単に作ることができるようになっているんです。テンプレートは AWS 用と Azure 用とそれぞれ分かれておりまして、マトラボ用あるいは パラ,ま、たのパラレルサーバーやまたロプロダクションサーバーなど、サーバー製品用などがありますなるほどですね、これはいいですね。えっ、ー、と、Linux や、えー、Windows のどちらにも対応している感じですね。また現時点での最新 R2021B のほうも対応されているということで、早速、この Linux の R2021B のほうでインスタンスを立ててみたいと思います。 ありがとうございます。ちょっとこれから自分でやってみるので、えよかったら後からまた一緒に見ていただけますかわかりました。わからないことがあったらいつも聞いてください。ありがとうございます。根次郎先輩、昨日ありがとうございました。 あのあと自分でちょっとやってみてうまくいったように思うんですけれどもステップバイステップで何をやったのか念のため一緒にご確認いただけますかはいもちろんです。環境とかうまくセットアップできましたかはいおそらく大体いいこんなふうに進めてみました。えっと、昨日いいいたただテンプレートを開いて たんですけどまあ、早速そのテンプレートを開くボタンの一覧が出てきました今回日本から開くということでリージョンを東京に AP North-East 1の方でローンチスタックを押して開いていきましたそうすると早速いろいろな設定画面が出てきたんですけれども一番上にスタックの名前を入れる欄があったのでまあこれはあの仮に m i s スタックという名前を付けてみました その後、EC2 のインスタンス、この EC2 というのが Amazon Elastic Computer Cloud ということで、すべてのリソースに接続するための入り口となる踏み台サーバーだというふうに理解しました。これを準備するために、そのインスタンスの名前の設定ですとか、 そのどのマシンを使うかの設定、そしてストレージをどうするのかの設定の画面があったので、こちらは必要なものを記入していく形で作っています。で、今回ですね、GPU が1枚入っているこちらのマシンと、512GB のストレージを潤沢に用意しました。 その後、引き続き、このリモートアクセスの設定の画面が出てきました。RDP、リモートデスクトッププロトコルというふうに出てきたので、一番上がどの IP アドレスからのアクセスを受け付けるかということで、ちょっとまた後で何やったかを説明するんですけれども、あのー あのそのサブネットをあ,のあるあのローカルのネットワークを作っておいてその中でだけアクセスができるように設定をしています。でこのキーペアはあの別の,そのキーペアを作成する画面があったので事前に作成をしておいてそれを選択するよう形にしています。その後リモートで入るときのパスワードの設定の画面があったのでこれは自分が好きな値を入力しました。はい、そんな感じで、はい、やっています 10. 0点 の24のマスクですね、の中だけでアクセスができるようにというふうな設定にしています。この後、ネットワーク設定が出てきました。これで VPC、バーチャルプライベートクラウドとサブネットの設定ということで、 この部分ですね VPC とその中に位置するサブネットをそれぞれ別のページから事前に作っておいてそれを選択する形でやっています。あとは追加の設定だったんですけども今回は特に必要がなさそうだったので VPC とサブネットだけ選択をしてあとはデフォルトの値のままやっています。 最後に一番下の確認の承認のボタンですね、押して右下、スタックの作成。このボタンを押しましたところ、最初、クリエイトインプログレスというふうに出てきていたんですけども、この後少しお待ちしていたら、クリエイトコンプリートというふうに変わりまして、これを持って EC2 にですね、見ていくと、MISA インスタンスという名前でインスタンスが出来上がっておりました。 さっきこの10.0.0.0の20のマスクの中だけで接続できるようにというふうに設定していたんですけれども、これミ i s a ログインとミ i s a インスタンスとあると思うんですが、NISA、えー、ログインの方に、まず自分のパソコンからリモートデスクトップで入って、その中でさらにリモートデスクトップで m トラブが入っているインスタンスの方にログインをする形を取る、そんなふうに作っています。 ね、なので、えーと、ログイン用のサーバーが10.0.0.34、マトラブ入りのほうが10.0.0.124ということで、この2つあるんですが、それぞれの IP アドレスを使ってログインをしていきます。で今お見せしているのが、ミさん、ログインのほうの、えー、画面ですね。なので、こちらのほうの画面になっているんですが、ここで、えー、さらに RDP ということで。 はい、リモートデスクトップコネクションをクリックして10.0.0.124を入力しコネクトと押していきました。でこれで MATLAB が入っているほうのインスタンスにアクセスできたのでまずはユーザーネームパスワードを入れて入っていきそうするとデスクトップにもうすでに MATLAB のアイコンが入っていたのでこれダブルクリックしてでも使っていきました。 マスワックスアカウントの入力が求められていましたが、こちらは事前に登録してあるものを入力して入っていきました。ということで、あのインスタンス立てた後、えログインした後は割と、あとはデスクトップ版のマトラブと同じような形で動かしていたんですが、えクラウドの方の環境でもえ同様にマトラブ立ち上げて使っています。 立ち上げてすぐに、ここでも念のために GPU デバイスですね、のコマンドを打ってみて、確認をしてみたんですけれども、自分の方では特に GPU のドライバーのインストールなども必要なくですね、インスタンスを立てるとすぐに GPU が認識されているのが分かりましたので、これは便利だなと思いました。 先ほどと同じコードで学習の方を開始させてみて、計算の速度がどれくらい変わっているのかなというのを試してみたんですけれども、GPU の中でも多少その最初の立ち上げですとか、初期化の方は時間かかっていたんですけれども、その後今、10倍速ですね、やっていくと、CPU でやっているときより断然この学習の曲線の伸びが早くて、やはり 学習の速度はかなりかなり速くなっているんだなっていうのが分かりました右側にもハードウェアリソースシングル GPU というふうに認識がされていてちゃんと GPU で計算ができていることも確認ができましたね、あのこの状態で計算が終わるまでしばらく待っていたんですけれどもえ15分経っても順調に計算が進み最終的には68分50秒で計算が終わりました こんな感じで進めていっているんですけれども、いかがでしょうか。すごいですね。初めてではすごい。<laughs> <laughs> 素晴らしい環境セットアップができてるかなと思います。ログインサーバーも立てているので、まあ、セキュリティ的にも安全そうですね。ありがとうございます。特に問題なさそうであれば、よかったです。はい。そういえあの後。 CPU で行っていたディープラーニングの学習ってどうなったんですかいいご質問をありがとうございますあの後ですね実は計算、えー、学習走らせたまま置いていたんですけれども、えー、1390分ですね、えー、この時を経て計算完了しましたこちらが証拠写真となっておりますおお長いですね <laughs> 1390分60分 分でで割るとと、まあ、丸1日ぐらいかかったうっことですね,そうですねパラレルコンピューティングツールボックスなしでも1日で計算が終わるという見方もあるかもしれませんが1行でもコードを書き間違えたら1日が無駄になるのは精神的にきついなと思いましたその点パラレルコンピューティングツールボックスを使って GPU のしかも潤沢なメモリを積んでいるものを使うと 95%も時間が短縮できるのでありがたいと思いました。95%は大きいですね。シングル CPU で1回学習している間に、えー、テスラ V100 の GPU を使うと20回も試行錯誤ができるというのは全然違いますね。そうなんですよ。 もちろん、同じか計算環境でもハイパーパラメーターなどの違いによって所要時間も変わってきますが仮に今、ここにお写ししている値計算時間がここの値で固定だったというふうにいたします。それで例えば最適なモデルを作るまでに50回ハイパーパラメーターの試行錯誤が必要だと考えるといかかがでしょうか確かにディープラーニングの学習だとそれぐらいパラメーターを調整するということも。 ありますよねはいありますよねえ、シングル CPU で五十回学習させると考えるとこれを見るだけでもずいぶん時間がかかりそうだなという気がするかと思いますがえ実際にえ計算してみましたすると約四十八点三日要するという形になりました四十八日ですかものすごい時間がかかっていますしその間 PC をシャットダウンできないとか 他の作業が重くなったりするとか、いろいろと懸念がありますねそうですよね、その点、テスラ V100 のシングル CPU だと約2.4日、2日半ぐらいでパラメーター調整まで完了するので、全然違いますよね。また、クラウド環境で動かすので、自分の PC の他の作業、それが重くなるようなこともないかなと思いましたし。 一日24時間で計算していて、実際、まあ、例えば一日8時間の勤務時間だとしたら、もっと日にちを要するってことになりますかああ、はい、そうですね。もし、そのパラメータ調整をつどつど手動で行っているとかっていうことがあれば、もっともっと日にちを要するという可能性は確かにありますね。えなんですけれども、 最近は実験マネージャーという、英語だとエクスペリメントマネージャーというアプリ、こちらでハイパーパラメーターのグリッドサーチやベールの最適化をしてくれたりいたします。今その動画でですね、どんな風な、えー、ふうに動かすのかを表示していますが、まあ、いろいろなパラメーターを使って でそれぞれ学習をつどつど進めていきその時の制度がいくつだったかっていうのが今表示されておりますがこういった学習の試行錯誤というのをアプリの中で全部自動で行ってくれるそんなことができるようになっています。 もちろん、その中でどんなコードを動かしたり、どんなデータを読み込んだりというのは、事前に定義をしてあげる必要がありますが、ここでその学習用のコードですとか、パラメータをどこからどこまでにするのかですとか、そういった指定をしておけば、あとは上の学習用のランというボタンですね。これを押してあげるだけで、すべてのその試行錯誤については、アプリの中で自動でしてくれるという形になりますし、その最後に、結果をざっと と一覧で比較して、えー、あの最後に一番いいモデルだけを出力するということもあの今ではできるようになっていますね。はあ、なるほどこの実験マネージャーを使えばハイパーパラメータの範囲を事前に指定しておくだけであとは全部自分で進めてくれるんですね。これを使えばクラウド環境で2日半でモデルを完成させるのもかなり現実的になってきますね。 はい今日はもうお時間が限られているのでツールのご紹介だけにとどめていきますが例えばマトラブパラレルサーバーこういうツールもございましてこちらを使うことでクラスターで計算を実行させるような仕組みもございます例えばスパコンなどを使用できる方でしたらスパコンにジョブを投げて結果を受け取るようなことが可能になっております もし今日ご参加いただいている皆様の中でこのあたりの仕組みもより詳しく聞いてみたいという方いらっしゃいましたらぜひアンケートの方で教えていただけたらと思いますさて本日は計算や学習の高速化についていろいろな手法をご紹介しましたマトラボでの計算高速化のコツとして最初にプロファイラーによるボトルネックの特定 そして事前割り当てや組み込み関数インデックス処理についてご紹介しましたまた並列処理の新機能としてスレッドプールやバックグラウンドプールでの非同期実行についてもご紹介していますリープラーニングにおけるクラウドでの学習の高速化においては AWS による仮想環境におけるマト t ブインスタンスの立て方や計算時間のベンチマークをご紹介しました 皆様のお役に立てていただける機能はありましたでしょうか。以上でウェブセミナー。これだけは覚えておきたい。A I 活用のためのマトラボ計算高速化テクニック。を終わります。最後までご覧いただき。ありがとうございました。皆様、ご視聴ありがとうございました。